骨えーいえー、ムーンはちみつ月桜さん、えー、よろしくお願いします。素晴らしい。横浜からよろしくお願いします。横浜からなんですね。えー、ありがとうございます。え初、ー、めまして、僕はかぶ君と申します、えー。これからもどうぞよろしくお願いします。はい、えー。そしてマルリンさんもどうもよろしくお願いします。初めまして、かぶくん。いつも見ています。 これからも応援してます。えー、というわけで、ありがとうございます。これからも、えー、頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい。そしてですね、本日は、あのー、エイプリルフールなんですよね。はい。というわけで、ゆうのややさんからコメントをいただきました。ありがとうございます。面白いですよ。うん。かぶさん、今日はエイプリルフールです。えー、ベルギーでもありますか あの多分ね、ベルギーでもあると思います。昨日ね、ちらっと友達と話してて、明日ってエイプリルフールだよね、なんて話をしてて、うん。まあ、エイプリルフールっていう感じで、英語でまかりとってる感じがあると思うので、まあ、オランダ語とかね、フランス語で何て言うのかちょっとわかんないんで、後でちょっと聞いてみようかなと思うんですけど、まあ、エイプリルフールっていうのはありますね。多分これ世界共通になるんじゃないかな。 ねそんな感じがあります。僕はエイプリエルフールってね、あの、ドラえもんの漫画でこれ知りましたかねちっちゃい時にね。なんかみんなエイプリエルフール、エイプリエルフールとか何かなと思って全然知らなかったんですけど、まあ小学校の時に、小学校かな中学校の時かなどっかのその、なんだっけな、ブックオフかなんかで立ち見をしてて、ドラえもんの漫画はこれ立ち見しててですね、なんか今日はエイプリエルフールだもの、みたいな感じで、のび太に対してね、 ななんか言っててて泣くみたいなのを覚えてて何のシーンだったか忘れましたけど、なんかドラえもんのエスプリ編かなうん、エスプリ編動画で、あ、あの漫画でちょっと見たことあるんですよね。で、そこでエイプリルフールしたらちょっと話脱線してますけど、多分ある、あると思います共通だと思うんですよね。うん。えー、かさんも嘘の予定ありますかうーん、まあ、特にね、まあ、ないですね。ていうか、なんだろう、嘘って、 嘘をつくって言わないんで、たぶん明日になれば <laughs> わかるんじゃないですかね。うん。まあでもエイプリルフールだからって特に嘘つくっていう予定っていうのは今んとこないので、まあ、ちょっと、まあ、考えてはみたいんですけど、まあ、うん。私は日頃からちょこちょこくだらない嘘をついてるんで、あまり効果がないです。なるほどですね。面白いです、ここ。うん。面白いですね。うん。まあ、 嘘も方便って言いますからね。うんまあ、結構嘘をつけばつく、つく、えー、ついて、みんなが幸せになることって結構あるんですよね、うん。生きてると。だから、まあその嘘が全く悪いかって言ったら、やっぱ嘘も方便っていうことわざがあると思うんで、うんまあ、結構その何て言うんだろう、ね、嘘がなんかいけないっていう、全部誠実に。 誠実に話さなければいけないっていうのはね、あると思うんですけど、でもそうすると逆にその不幸になったりとか、ああ、知らなければよかったとかっていうことも結構あるじゃないですか。ね。だから、まあ、なんだろう、嘘も方便なのかなっていう感じはありますね。うん。えー、またあの、僕は、まあ、ベルギーで住んでるんですけど、まあ、英語とか、まあ、えー、フランス語とかでまあ話してると、まあ、その、結構その、なんか、 都合がいいときだけ日本語に変えたりすることができるんで、まあ、結構何て言うんだろう。まあそんな感じでね、やりくりできてるんですけど、まあ日本だとやっぱ日本人で、いや日本語がね、喋れてね、根底のことが通じちゃうっていうのがあるので、まあたまに、ね、やっぱ嘘とかつかないとやっていけないっていうのはありますよね。うん。だからまあそういう感じなのかな。うん。あとはまあ、いろんな場面で。 で、ちょっとね、例えば、学校生活なんて言ったらね、本当先生の前ではこうね、ちょっと可愛くいなければいけなかったりするときってやっぱりあると思うんで、うん。まあ、エプリルフールだから、かかわらず、まあ、ちょっとちょこちょここう、嘘をつくのかなってね、ちょっとよくわかりませんけど、まあ、思ったりはするんですけどね、っていうか、かなり話だ、話、達成してますけど、もう4月ですね、今日は寒いです。あ、なるほど、今日寒いですね。 うん、あの、実はベルギーでもね、今ちょっと雪が降ってるんですよ。<laughs> うん。あのー、冬はね、全然雪降ってなかったんですけど、こっちもね、今になってさ寒くなってきてます。まあ、たまたまかと思うんですけどもね、やっぱ。うん。結構、その、なんだろう、北半球でね、同じ北海道よりは少し高い緯度なんですけど、まあ、でも、ね、そのた、たまに天気が合うのかなっていう感じがありますけどね。はい。 というわけで、ありがとうございました。エイプリルフールについてでした。続いて、えー、また後ほどよろしくお願いします。ではでは。